皆さん聞きましたか？皆さんも聞きましたか？今日はなんと猫背お坊さんの誕生日らしいです。猫背お坊さんとは一体誰？普通の道で遭遇したらただのスキンヘッドの人かと思われるけど、自然に行ったら大きい岩の上で瞑想してる姿や絶対見逃せない90度の猫背角度が特徴です。そのお坊さんが触れたものは光に変わるという伝説もあると言われております。その猫背お坊さんのために今日はハッピーバースデーお経を歌います。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。猫背お坊さん、さあ今からお祈りをします。吉川直春さん、誕生日おめでとうございます。どうかそのハゲと猫背が今年こそ治りますように。ハッピーバースデー。